栗谷川議員の質問にお答えを申し上げます杉沢小中学校、戸川小学校の存続についてでありますが、町内の児童生徒数は、人口の転出超過や、出生数の減少などの理由により、この20年ほどで半減しております。また、今後も減少が続く状況にあると聞いております。ご質問のありました 今後5年間での両校の児童・生徒数の推移については5年後の令和6年度で杉沢小中学校が6名戸川小学校が24名と予想されています次に両校を今後どのようにしていく考えかとのことでありますが小規模校には個に応じたきめ細やかな指導ができるなどの 小規模校の良さがあると認識しておりますしかしごく小規模の学校では一部の教育活動で相当な工夫が必要になることも伺っているところであります。両校の今後につきましては運営の経費のみの判断ということではなく地域や保護者の意見何より子どもたちの気持ちや意見を尊重し判断してまいりたいと考えています。